ちんと処方薬として処方されているお薬と同程度の効果を認めたっていうことが分かったんですよ。これってすごいと思いません？眼科医の平松です。今日は目を良くしたければ笑えっていうお話をしようと思います。笑えっていうとちょっと笑えないかもしれないけども、まあ、楽しく笑っていただくことが目にいいですよって、まあよくそういうこと言うよね。違うんですよ。本当に笑うことによって目に良かったっていう研究が出てきたんですね。なので、まあ、そこを紹介することによって、あ、本当に目にとって笑いがいいんだってことを知っていただくことで、まあ、心から笑おうって気持ちになれるし、まあ、実際笑うことで目にいいんですよ。で、まあ、もちろんそれはね、私が楽しい笑いを届けられればいいんだけども、なかなかちょっとそれ難しいので、まあ、自分でちょっとそれ探してもらうとして、まあ、楽しく笑っていただくことが目にいいんだっていう最新研究についてお話ししようと思います。それは2024年の BMJ というね、論文になるんですけれども、比較的ね、信頼できる研究になります。何をしたかっていうと、エフェクトオブラウターエクササイズ、つまり、笑いのエクササイズですね。要は、笑うのが健康にいいって言っても、研究上、なんていうか、笑わせんのってめっちゃむずいんですよ。例えば、じゃあ、研究です。A さん、笑ってください。じゃあ、私が渾身のギャグ言います。とかって言って、じゃあ、ゴキブリの動きぶり。とかって言って、うわーって笑うかっていうと、まあ、滑るよね。今から楽しいこと言いますっつって話したら、まあ、仮に面白くても、まあまあ滑るわけじゃないですか。なので、まあ、プロのお笑いの人連れてきたとて、全員笑うわけじゃなくったから、ちょっと難しいわけよ。そこで、まあ、今回の2024年の研究では、もう、ラフターエクササイズ。つまり、もう無理に笑っちゃってください。みたいな研究をやりました。どういうふうにか。ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、チーズチーズチーズとかって言って、まあ、要は笑うような言葉、チーズとかって言って、お写真撮るときに、チーズって言って、いいってなって、こう、笑顔ですよね、みたいなやるじゃないですか。こう、にーって言って、こう、写真撮る。だから、チーズみたいな感じで、だから、ヒッヒッヒッ、ハッハッハッみたいな感じで、あっはっはっは、ヒッヒッヒッヒって、楽しくなくていいの。楽しくなくていいんだけども、まあ、要は、本当に笑ってるかっていうと、まあ、微妙で、笑ってる真似的なものをやってもらった。で、具体的にどんぐらいやるかっていうと、この、ヒッヒッヒッ、ハッハッハッっていうのを30回やるってことですね。まあまあやるよね。ちょっとこれを見て、結構きついなと思ったの。30回やるんですよ。で、それでやるのと、0.1% のヒアルロン酸ナトリウムっていう、ちゃんとしたドライアイの目薬になります。これはもう、ちゃんと、まあ、臨床研究って言って研究もされていて、この目薬を刺した人とそうでない人で目の表面の状態がどっちがいいかっていうのをちゃんとお薬として研究して、ヒアルロン酸ナトリウムを刺した人、あとはヒアルロン酸ナトリウムに似せてとかなと見せて、実際はそうでもない目薬を刺した人だと、ヒアルロン酸をした人の方が実際に涙の質が良くなりますよっていうのはもうすでに研究としてあるので、このヒアルロン酸ナトリウムとこの笑いでどっちが目にとっていいですかっていうのを調べた研究になりますっていうか、面白いことやるよね。実際ランダマイズドコントロールドトライアル、つまり、299人の、目の感想などある人に対して、8週間目薬をする人、笑いをする人に無差別に2つに分けました。どうだったの？題名から言ってそうだよね。笑いが効果があるって分かったんです。それはヒアルロン酸ナトリウム、つまりきちんと処方薬として処方されているお薬と同程度の効果を認めたっていうことが分かったんですよ。これってすごいと思いません？つまり何も使ってないのよ。お薬なんて1ミリも使ってないのに、お薬を使ったかのような効果をただ笑うだけで得られるわけですね。じゃあなんで笑いが目にとっていいんですかってお話になってくるんです。人間というのは交感神経、副交感神経といって、興奮、リラックスというね、どちらの神経もあるわけです。で、例えば狩りをしなきゃいけないとか走らなきゃいけないみたいな時は興奮するし、寝なきゃいけないとかゆっくりお食事とるって時はリラックスするように、まあ、バランスをとっているわけですよね。ただ今現代我々の生活というのはどうしても興奮寄りなんですよ。なんでか、それは電気とかスマホとかいろんなね、
光るものをたくさん見るようになって、本来だったら夜9時とか10時こんな時間になったら暗くて人間なんて外で活動できないわけですよ。なんですが今の、技術ね、電気を使うとかこの技術によって普通に私たちは光る中で生活できています。まあ、それは便利になっていいんだけども、同時に興奮作業が長くなってしまっている。そこでリラックス効果としてリラックスするような効果を入れてあげるといい。そこに笑いっていう要素が入ってくるんですね。笑うことによってリラックス系になってくるってことですね。もちろん真剣に例えば猛獣と相対してる時とか真剣に仕事をしてる時にバカ笑いする人いないわけで、笑いっていうのはリラックスですよね。さらには笑いにはいろんな効果があるっていうふうに言われてます。特に有名なのがナチュラルキラー細胞っていうのに非常に有効なんじゃないかって言われてるんです。ナチュラルキラー細胞っていうのは体の中の悪い要素に対して攻撃してくれるような要素になりますね。有名なのが癌とかそういうものです。癌っていうのはよく癌ができたっていうじゃないですか。じゃあ肺がんができたって時、肺にポコッと急にできものができるわけじゃないんです。がん細胞というのは我々は日々作ってます。私がんじゃないんだけどって思うかもしれないけど、人間みんな作ってんですよ。人間みんな作ってんだけども、そのがん細胞を叩いてくれて、壊れてすぐになくなるからがん細胞が増えて塊となる、こんなことはないわけですよ。でも、それがうまくいかなくて攻撃がうまくできない、はたまたがん細胞の増殖が多くなってくると塊となってしまってがんができましたというような感じになってしまうわけですね。そこで出てくるナチュラルキラー細胞、これは笑うとよく出てくるって言われていて、このがん細胞をきっちりと叩いてくれるよねっていうふうに言われてます。つまり免疫、例えば感染症とか、体が弱いとか、そういう時にも笑いというのは非常に効果的であるっていうふうに思ってくださって結構です。だから、一つ目のリラックス効果がある上に、免疫系に対しても笑いというのは効果が一定認められるってことになります。それと似てるけど三つ目の効果として、ストレスの解消、改善ということがあります。ストレスというのは体に対する負荷になります。例えば、軽い筋トレや運動というのも肉体的ストレスですね。精神的なストレスは嫌な人がいるとか、嫌な仕事しなきゃいけないとか、明日も朝起きなきゃいけないとか、これストレスなわけですね。精神的なストレスになります。このストレスというのは、程よいストレスというのは必要なわけですよ。人間生きてりゃ筋肉動かしますし、ものを考えたり、悩むことはあるわけです。ただ、今の現代の我々は、肉体的ストレスはそれほどでもなくても、精神的ストレスが非常に日々大きいわけですよ。あなたも職場、人間関係、または病気のことも含めて、悩むこと、不安になることないでしょうか。これがストレスになります。で、このストレスが逆に目の病気を悪くしてしまうっていうのも分かってるわけですね。有名なので言うと、緑内障ですね。緑内障というのは人間の目に対する圧力、眼圧というのを一つの原因として血流が悪かったり神経が弱かったりすると見える範囲が欠けて、だんだん見えなくなってしまう可能性がある病気なので、そのストレスがかかると血管がキュッと縮まりやすくなるんですね。ストレス因子によって血管収縮が起こるというような表現をすることもあると思います。タバコを吸っても同じような現象になりますとなってしまうと、血流が流れているときにそれがキュッと締まればあまり流れなくなって弱くなってしまうわけです。特に目の玉っていうのはとっても小さい臓器なんですよね。皆さんも、見ていただいてわかるように心臓とか肺とかね、そういう臓器と比べて目の玉は本当に小さい、500円玉ぐらいの大きさってよく言われますけど、そんなようなもんなんです。実際私も、日々手術をしていますけども、例えばじゃあ手術をするとき切りましょうって言ってね、切る何ミリ切りますか、 1.2 ミリ切りましょうとか、こんなレベルなんですよ。例えば胃を見ましょうとか腸を見ましょうってときはバサーっとたくさん、もう何ミリとか調べないね、っていう感じなのに、目に関しては 1.2 ミリ切りましょうと、いやもうちょっと 2.4 ミリ切りましょうとか、こんな感じのすごい小さい単位でやらなきゃいけないぐらい
小さい臓器だからこそ血流というのが非常に濃密に関係しちゃいます。つまりちょっと血流が悪くなるだけですぐに悪くなっちゃうんですね。そういう意味で笑ってストレスを解消することが、まあ、血流改善にも効果があるんじゃないかっていうふうに言われるわけです。なので、まあ、結論から言って笑うことはとっても大切です。でもこんな話をするとあなたここ1週間で笑ったことあります？ハハハハとかおーバカ笑いしてあはははみたいな感じとか、まあそれとこそクスクスクスでもいいですよ。どうでしょう？あんましないと思うんですよ。もちろんテレビ見てて笑うとか、なんかお笑い番組が好きな人はまあまあ笑うことあると思うんですけど、僕も普通に仕事とかして普段の生活して朝起きてご飯食べてね、職場に行って仕事して帰ってきて、まあいろいろね準備して寝てみたいな、笑わないよね。じゃあどうすればいいか思い出してください。今回の研究。本気で笑ってないんですよ。つまり、心から楽しくて、で笑う必要はないんです。笑いのような状態を作るだけで OK なんですね。じゃあ、それはどんなの？もう一回、今回の研究見てみます。ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、まあ、チーズチーズチーズみたいな感じで、じゃあこれだけでいいですよ。ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、チーズチーズチーズって30回言ってみる。これだけで笑いと同等の効果があるんです。でも30回って気恥ずかしいし、まあ、今日のを聞いてもまあいいや、まあ後でやろうって思う人もいると思うんで、この3つのワードだけ一緒に30回やってみましょう。じゃあ1個目、ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、チーズチーズチーズ。2個目、ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、チーズチーズ、ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、チーズチーズ、ヒッヒッヒッ、ハッハッハッ、チーズチーズ、ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。結構きついよね。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。これで10回か。あと20回、マジか。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ。ヒヒヒ、はっはっは、チーチーチーズ。ヒヒヒ、はっはっは、チーチーチーズ。めんどくさいなと思うの飛ばしてもいいよ。まあ、一応、行こう、行くよ、行くよ。これで、15回。うん。ヒヒヒ、はっはっは、チーチーチーズ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 。これ20回、あと10回。ない。頑張ろうっていうの、笑うの頑張ろうっていうのも変だけど、行くよ。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ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 。あと5回。ヒヒヒ、ハハハ、チチチ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 。30回はね、まあ、きついわ。うん。なんですけど、まあ、一日、まあ、5回でもいいと思うから、こういう感じで、わざと笑ったふりをする時間っていうのを取っていただくだけでも、本当に体を動かすと逆に心がついてくるってこともあるのね。笑うと楽しくなる。楽しいから笑うんじゃないんですよ。なので、ぜひ今日から、もう1回でも2回でもいい。ヒヒヒとか、ハッハッハ。これだけ、これだけでいいから、朝、晩、ちょっとだけやってみていただければと思います。今後もこんなね、新しい情報ね、最新論文アップしていきますんで、よろしくお願いします。